エルベルト・ケーゲルは、ドイツの指揮者、合唱指揮者。ドレスデンに生まれ、幼いうちから聖十字架合唱団の団員となる。はじめはピアニストを志すが、第二次世界大戦中に、東部戦線で、手榴弾の破片を受けて負傷し、指揮に転向した。指揮を、アルフレッド・シティアー、カール・ベーム、作曲を、ボリス・ブラッハー、パウル・デッサウに指示する。 ドレス連行外のピルノで指揮者としての活動を開始するが、間もなくロストックに移る。1949年にヘルマン・アーベントロートのアシスタントとしてライプツヒに招かれ、ライプツヒ放送交響楽団、ライプツヒ放送合唱団の指揮者となる。ライプツヒ放送合唱団は今日でも優秀な合唱団として評価が高いが、ケーゲルはその礎を築いた一人である。 1956年のアーベントロートの死去に伴い、1978年まで、ライプツ市放送交響楽団の主席指揮者となり、その後ドレスデンフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者となる。日本へは1979年に初来日し、その後もたびたび訪れている。 NHK 交響楽団を指揮した演奏記録の一部は CD として発売されている。ケーゲルはドイツ再統一の直後、1990年に拳銃自殺した。もともと彼は以前から何度か騎士燃料を抱いていたと言われているが、統一後に自らの仕事の場所がなくなっていったことへの苛立ち、それによる周囲との不和で、 鬱状態に陥ったことが原因と考えられている。その際、ライバルと見られていたクルトマズアから嫌がらせをされていたという指摘もある。また、息子の病気を心配していたこと、社会主義思想を持っていたとされる彼が、事実上、東ドイツが西ドイツに吸収される形での統一したドイツの将来を絶望したためではないか、と言われることもある。 旧東独時代の放送用録音を含め古典派から現代音楽に至る膨大な録音を残し現代音楽に理解の少ない共産権においてそれらの普及にも力を尽くしたが彼の活動は必ずしも正当な評価を受けるに至っていないありがとうございます